13日と15日に和泉市の養鶏場で発生した高病原性の鳥インフルエンザについて、国の疫学調査の結果、2例ともに鶏舎内にネズミが侵入していたとみられることが分かりました。県は県内のすべての農場にネズミの駆除を徹底させるなど対策を強化しています。和泉市では今月13日に平和町、15日に高尾町の養鶏場で死んだ鶏からそれぞれ別の方の高病原性鳥インフルエンザが確認され、合わせて47,200羽の鶏が処分されています。今日県は緊急の防疫対策会議を開き、国の疫学調査チームの現地調査結果を説明しました。1例目の農場では管理者が発生した鶏舎内でネズミの姿を確認することがあり、調査でも糞や足跡、かじった跡が見つかり、天井付近の金網1箇所に破損があったということです。また2例目の農場でも管理者がたびたびネズミを確認していて、調査時には壁や側溝の金網に侵入経路とみられる隙間が確認されたということです。1例目2例目ともにネズミの侵入防止対策は行っていましたが、県では緊急対策として県内すべての養鶏場に対し殺鼠剤を配布し、さらにネズミの駆除を徹底するとともに消石灰も配布し、これまで以上の頻度で農場の消毒を行うなど対策を強化することにしています。